よりです。今週もここ青山一丁目カイロプラクティックインターにお邪魔しております。はい、ということで先生にですね、前回私の背骨診断をしてもらったんですけれども、その結果ね、ここの普段は本来ならば出てはいけない部分の骨がこう外に出てしまっているということで、だいぶ心配なんですけれども、治りますかね先生。はい、それでは筋肉を緩めて、はい、背骨の関節を緩めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレジャー先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、喉を使うお仕事の方はまずここがポイントになりますので、はい、ここはゆっくりと緩めさせていただきます。はい、これは痛いですね。痛い、これは痛い。痛いです。ちょっとお疲れが首にもありますが、もう一回。あ、びっくりした。はい、ごめんなさい。丸まって肘を。はい、結構です。はい。びっくりした。ゆっくりと右に倒していただけますか。はい。やりにくかった反対側どうぞ。はい。え、嘘だ。嘘だ。すごい。スイッチだ。全然違うでしょ。ということで今日は山口先生に見てもらったわけですけれども、来た時本当肩も腰も凝ってたで硬くなってたのに、あんなにすごい短い時間で柔らかくなっちゃったのが本当驚きでびっくりしました。今後これを保つためにはどうしたらいいんですか。はい、まず体を丸めなくちゃできない足首横座り、はい、高枕をやめていただいて、はい、パソコンとか丸まる姿勢が続いたら、はい、こういうふうに壁を利用してグッとまっすぐな姿勢を一日何回か取って、はい、自分の体にこれがまっすぐっていうのを覚えさせてください。はい、わかりました。今後とも姿勢に気をつけてお仕事にプライベートにと頑張っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。先生も一緒にバイバーイ。今回お世話になった青山一丁目カイロプラクティック院の山口院長が書いたこちらの背骨すっきりストレッチという本が好評発売中です。ぜひ皆さんゲットして素敵な姿勢で毎日生活していきましょう。